電装製の燃料ポンプをめぐっては不具合によってメーカー各社からリコールの届け出が相次ぎ、去年このポンプを乗せた車のエンジンが止まり死亡事故が起きました。株主総会では冒頭、林伸之助社長がご心配ご迷惑をおかけし心よりお詫び申し上げますと謝罪しました。株主からは再発防止策のほか、トヨタグループの他の会社で認証不正が相次いだことを受けた質問があり、林社長は品質は経営の生命線、信頼を取り戻すため一歩一歩取り組むなどと答えました。会社はね、やっぱ誠実にね、きちんと答えてる。電装というのは常にこう新しいものを作る会社だもんだから、まあ、それに向かってやってもらえれば、まあ、株主としては全然問題ない。やっぱり安全が第一だと思うし、自動車に対する信頼を今後もやっぱり高めていってほしいなと思ってます。